今から画面を真っ暗にして60秒のカウントが始まります。ぜひですね、この本編自体も4分ぐらいで終わらせるようにしますので、ぜひ娯楽のもの、スマホとか、例えば漫画とかよ他のものを全部シャットダウンして60秒のカウントダウンを画面を見ててください。ちょっと付き合ってください。いいですか始まりますよ。では行きます。用意、スタート。 改めましてどうもハイチです、えー、60カウントお付き合いいただきありがとうございました皆さんこの60カウント実際どうだったでしょうかおそらく多くの方が長げな って思ったと思うんですよねでも実際1分ですよ1分なんてすぐ経ちませんそれはなぜかっていうと例えば YouTube の動画を見ててもそうですしまあ、例えば TikTok とか見てれば1分なんて速攻ですよね秒で終わるってやつですよでここを実は大事にしてほしくって今夏休みが終わって2週間ぐらいが経ちましたで疲れが出てきてここから踏ん張れるか踏ん張れないかが結構決まってくる方が多いんですよねで、もちろん勉強だったり部活だったり皆さんが頑張ろうと思って もの頑張ってって応援したい気持ちがあるんですが、そのプラスですね、ここを意識してほしいっていうことがあります。それが休憩の質を上げてください。まあ休憩っていうとなんか勉強と勉強の合間みたいなイメージになっちゃうんですけど、皆さんが自由にできる時間をもっと大事にしてほしいんです。何が言いたいかっていうと、例えばその疲れを取ろうとか癒されよう。例頑張ってきたからそのねクールダウンしよう。そのために。 この人の楽しい動画を見るとか、癒される大好きなね、犬の動画を見るとか、決めて目的があって見てるんならいいんです。でも、例えば TikTok とか YouTube のショートもそうなんですけど、なんとなく見てるっていう時間。まあ、多くの方がそう費やしますよね。それを否定するべきじゃないかもしれないんですけど、さっきも言ったみたいに1分って本当はすごく長いんですよ。1分あったらいろんなことができるって言ったら大げさですけどね。でも1分あったら、例えば英単語いくつかは覚えられますよ。 でも、それを目的なしに時間を使ってしまったら、それが今はね、1分をあ無駄にしてるって言ったら申し訳ないけど、無駄にしてる。それが1ヶ月間あったら30分無駄にしてるんですよ。1日10分無駄にしたら1ヶ月で300分無駄にするんですよ。それが累積していったらものすごい無駄になります。時間の無駄になっちゃうんです。その TikTok とかを見てる時間さえも、そのね、なんとなく見てるのが自分とて癒しだと。 リラックスする方法、手段なんだっていう方はいいんです。でもそうじゃない。なんとなく見て、なんとなく時間を無駄にした気がして、それでへこんでる方がいたら、ここで一回改めましょう。自分にとって時間を決める。何分だけって時間を決めて、そのために最大限癒される方法は何なのかを考えるんです。それが動画なのか、ゲームなのか、漫画なのか、アニメなのか、何でもいいんです、手段は。それはみんなが決めたらいい。だって大好きなものなんだもん。いいじゃないですか。推しのね、ライブ映像を見たっていいわけです。でも、 思ってる以上に疲れてるとき、疲労してるときは時間を無駄にしてるから、そこの部分を改めて欲しくて、今回この動画を作りました。いいですか自分にとって大事な時間をもっと有意義に使いましょう。ね、努力しろ、頑張ろうってだけじゃないんです。リラックスしていい。その時間さえももっといい時間にしましょう。それが伝えたくて、今回ね、撮らせてもらいました。ここまでご視聴いただきありがとうございます。ではね、この動画をプチッと切って、皆さん、癒しの時間に行ってらっしゃい。時間決めるんだよ。ちゃんと目的を持って行ってくるんだよ。で、それが終わって、 癒されたら次の頑張ることにシフトしてまたね頑張っていきましょうその連続でこの1週間もねお互い頑張れたらと思いますそれじゃあまた来週ね何か喋っていきますのでぜひ来週も見てみてくださいそれじゃあまたねババイ頑張ろう